パリ五輪予選、女子 W 杯バレー、日本3のゼロブルガリア、プール B、20日、東京、代々木第一体育館世界ランキング8位の日本が、オリンピック、五輪、6大会連続出場へ開幕4連勝とした。来夏のパリ五輪予選を兼ねるワールドカップ、W 杯、第4戦で同18位のブルガリアを下し、無傷の4戦連続ストレート勝ち。 1992年バルセロナ五輪以来となる、開幕1年前の出場権獲得、勢いを増して、残り3戦へ向かう。第1セットは一進一退だった。序盤に2点ビハインドとされるなどを追う展開になったが、首相のアウトサイドヒッター、OH、小笠里奈首相、27、が流れを呼び込む。バックアタック2本を決めて迎えた15から12の場面で、 今大会初のサービスエースで場内を沸かせた。チーム4連続ポイントとしてリードを広げただけでなく、さらにバックアタックも、セットポイントでもスパイクを沈めて8点目。このセットを25対20で選手した。前日19日のプエルトリコ戦で課題に挙げられたミドルブロッカー、メガバイト、ジンは渡辺や32、が初先発。ブロックポイントを一つ、 試合を通しては3つ、決め切った。防御は最大の攻撃なり、オモットーに掲げるベテランが序盤から貢献した。第2セットは、もう一人のメガバイト山田に近、23、が躍動する。まずはブロックでファーストポイントをもたらすと、2連続でサービスエース。チームの6連続ポイントに導くと、16の8からは3本目のサービスエースで歓喜のエンジンに呼び込まれた。 全2本は相手コートの奥へ、今度は手前を狙って打ち分け、欧州の難敵を惑わせた。最終的には4本と脅威の数を記録した。ブルガリアは、初出場で銅メダルを獲得した80年モスクワ大会以来の五輪出場を目指す欧州の伝統国。前戦で世界4位のブラジルから先に2セットを奪うなど状態を上げてきた。 先発の平均身長も日本より61センチ高く不気味な存在だったが、それを超越する小賀のアタック、渡辺と山田のブロックやスパイクで第2セットは25から13と圧倒した。第3セットもメガバイト2人が存在感を示す。山田、渡辺のサーブで崩して得点を重ねて2人で計14得点。山田はネーションズリーグ、VNL、で、ミドルのアタック得点が少なかった。 中盤以降で使えれば強みになる、と反省していたが、今は目に見えるスコアリングでチームの力になっている。第3戦まで48得点の OH 井上有り二28、が3戦ぶりの一桁となる7得点に抑えられた中、小賀首相がチーム最多の13得点、同210得点の林ことな、23、2、このセットはスタートからの石川真由、23、 が5点を積み上げた。美しいフライングレシーブなど、試合を通して拾いに拾ったリベロ福留里見、25、56リグ、スパイクレシーブ、と輝き、攻守に主導権を握り抜いた。前夜は、前半戦の山場、真鍋監督、というプエルトリコ戦を制した日の鳥日本。古賀首相が、これから最後の4試合、とても苦しい展開になることが予想されるので、 そういう時ほどチームとして組織として世界と戦えるように、もう一回、しっかりチームとして準備していきたい、と見据えていた通り、この日も閉まった内容でブルガリアをどけた。4戦4勝、開幕から、まだ1セットたりとも落としていない。今大会は東京ラウンドなど世界3都市の3プールに分かれ、各8チームが総当たりで対戦。各組の上位2チームが五輪キックをつかむ。 9日間で7試合の短期決戦も、残り3戦。日本は22から24日、世界ランク13位のベルギー、1位のトルコ、4位のブラジルとの終盤決戦へ突入していく。メガバイト山田、この先も強いチームが待っている中、しっかりチームとして力を出し切れて、勝ち切れたことは良かったかなと思います。今日は前衛でもサーブでもしっかり仕事ができたかなと思います。 すごくいい形できているので、さらに力を上げていって、また調整してベルギー戦に向けて頑張っていきたい。メガバイト渡辺、初先発に昨日の課題としてブロックがあったので、しっかりきれいに出すことを意識しました。ブロックの部分でもう少しできたかな。スパイクも、もっと打数を増やして絡めたらよかったかなと思います。チームとしては、 サーブで崩してしっかりハイボールを仕留めることができてよかった。明日は試合が開くので、次のベルギー戦に向けて、しっかり調整したいと思います。OH 石川、途中から入る難しさは自分自身も感じてますし、しっかり打ち切ることを意識しました。少しでもチームの勢いに乗れるように、と思って前衛にも入っていきました。第3セットはスタートで、セットの出だしは大事ですし、 意識して入りました。4連勝にチームの雰囲気、状態はいいと思うので、いい準備をしていきたい。OH はだ、3日間を通して納得いかないサーブがあったんですけど、やっとしっかり打てて安心です。1本1本、しっかり歓声が上がるようなサーブを打ちたいと思います。苦しい場面でもリードしている場面でも、色々回ってくると思うので、 どんな場面でも役割を果たせるようにしたいと思います。残りの参戦が一番の山場になるので、全員で力を合わせてた戦いたい。また応援よろしくお願いします。